お疲れ様です。折り紙です。今日はですね、通常 B の拾い方3つ目ということで、そこそこレアなんですけれども、知ってたらかなりお得かなっていう拾い方になります。拾い方はですね、250ゲーム直前やめ台を拾うと、それだけです。いやいや、今までそんな台いっぱい拾ってきたっていう方いてると思うんですけど、250ゲームの直前やめ台ですね。知ってる人は当然やと思うでしょうけど、知らない人にとっては、あんまね、あんまねってなるでしょうね。というわけで簡単に仕組みを説明しますね。通常 A は100桁が偶数、通常 B は100桁が奇数がゾーンになってます。で、初回の通常 B のみ、通常 A と同じゲーム数でフェイク前兆が発生するっていう特徴があります。さらにややこしいことに、通常 B であっても初回の時は200ゲーム台前半で通常 A と同じようにフェイクの前兆が発生して、それが250ゲーム直前で終わるという謎の仕様があります。そうした意図はよくわからないんですけれども、まあそういった謎の仕様になってるということで、ただまあここまで言ってもほんまかって思う人は思うと思うので、実践の方行ってみましょう。では冒頭のデータ機器より1ゲームずれてるんですけど、実機では246ゲームから開始ですね。でここで注意しないといけないのは、前兆が再度出てくるかどうかですね。強レア薬の前兆がちょっと重なった時には、この後また前兆が出てきてくる可能性もあるんですけど、それは通常 A ですね。で、通常 B 鑑定中300ゲームまで来ました。ここがね、 KJT よりもドキドキするところですよね。ちょっとここで折り紙のスロールールをお伝えしつつ、思ってたらもう通常 B 夕方ですね。ほらね、来るでしょ。エリートロ、そろそろ出勤時間か。レッツビジネスタイム。360ゲームで赤7、早めに引けるととりあえず安心ですよね。でもこっからアメリカンドリームに入れないといけないっていう壁があるんですよね。1ゲーム目、2ゲーム目、3ゲーム目、これはもろたかな。ありがとうございます。で、無事にアメリカンドリーム入って、こっから出すぞっていうお膳立てをしても、終わるときは終わるんですね。駆け抜けです。51ゲームから。で、結構早いね。天国の後半で前兆が始まって、さあこれはボーナスになる。ではアメリカンドリーム引き戻しですね。で、引き戻して戦いはこれからだっていう時に、いきなり KJT に入って、さすがにいきなり KJT は強いですね。で、これも当然引き戻しですね。2連続。さあ今度こそっていう時に、特に何もなく終わって、でもう一度いきなり現状、まあ、こんなの出ながら、成功など意識したことはない。私にとっては呼吸するのと同じくらいおっこうつなことだからさ。
これも無事に勝利して、やっぱり引き戻しですよね。3連続、これ結構高設定だなと思いますよね。で駆け抜けると駆け抜けると、ここで状況を整理すると、まだ100ゲーム内でボーナス出れないんで天国行ってないんですよね。なんで通常 B のループ状態ということで、これ続行です。でここで408ゲーム赤7で AD 入るかどうかですね。ありがとうございます、助かります。何回聞いてるんや、天国前半で全長、ここで決めたい。ここで天国入れて通常 B ループから抜けたい。ここで赤ディスク天国入ったんで、もうこれで、通常 B のループから抜けたんですね。でさらにドリカムも早めにもらって、ここでチャンス目ですね。結局ループは2回いつもの親父に止められて合計60ですね。まあでもありがたいですよね。で天国の後半、マダランとパパラッチ強対決ですね。これはもろたかなって思ったら負けるっていう。赤ディスクの中身はちょっと弱いんで、サクッと飛ばしてアメリカンドリームでしたね。さっき取ったドリカムでアタックセブンですね。でもあのドリカムはあの解析が出てて、4ゲーム目、6ゲーム目、8ゲーム目、ここで子役を取れるかどうかですね。アタック7でいうとここの4のところ、もうすでに光ったんで確定ですね。説明することが、結局894枚で終了。まあまあですね。この後少し打ってやめですね。で今回の収支1150枚プラスでした。小銭稼ぎとしては好調ですね。通常 B 狙いで今回のまとめると、通常 B の拾い方その3、250ゲーム直前やめ台を打つと、でその後前兆ないこと確認できれば基本的には通常 B かなっていうところですね。では次回予告、通常日の拾い方あと2つほどあるんで、それをまとめて完全版をお送りします。見逃さないようにチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。それではまた。